不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。棚田女性社長の不動産大学宅建合格ラジオということで、この放送は今年宅建試験に合格する人、そして不動産業界で活躍する人を応援する配信でございます。ということでですね、毎週土曜日は宅建合格ラジオのお時間でございます。今日もですね、オンラインサロンの方と同時中継で公開生収録という形でお送りしていきたいと思いますので、サロンのメンバーさんの方はですね、この収録状況をもうオンラインでそのまま、見ていただいて参加していただくという形で、収録をしております。ということで早速やっていきます。オンラインの方に接続させていただきます。ラジオの背景なんです。毎週木曜日はですね、宅建合格ラジオの公開生収録でございます。リンズさんこんばんは、リアソールさんこんばんは、ありがとうございます。まず今日出したクイズですね、これ非常に重要なんです。先に言っときます。今日ね、ベストアンサー賞いますよ。もうほぼ完璧な回答を出した方が一人だけいました。私の中では一人でした。私が求めている回答も出した方は一人だけいました。後で発表します。はい。まず問題を読みますよ。あなたは宅建業者の社長です。支店長候補の社員がいますが、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その満了の日から3年を経過していないと合格されました。それであなたは支店長に抜擢しますかっていう話なんですけど、まあこれちょっと具体的な感じの文章にしますけど、まあこれ本当そのまま過去問で出たような感じの問題でございます。で、ちょっといくつかね、回答をご紹介したいと思います。じゃあ、こちらの方回答いってみましょうか。ドン。はい。千葉県ジミーさんね。昨日、ベストアンサー賞だった千葉県ジミーさんの回答を見ていきましょう。傷害罪は結核事由に該当しますが、すでに執行猶予期間が満了しているので、結核事由に該当しないので、抜擢します。結核事由に該当する罰金以上の刑は、カルメンの覚え方ですね。ということですね。ありがとうございます。この回答は、もちろん結論は合ってるんですよ。結論はもうこれ結核事由に該当しないというのはまず結論としてあります。ちょっと三角でございます。もちろん合ってるんです。結論は合ってるんですけど、三角なんです。なんで三角かっていうのはですね、この後ベストアンサー賞が発表されるとわかります。一応でもね、言ってらっしゃることは全部合ってますよ。合ってるんですけども、宅建試験で、なんですかね、これからいろんな初見の問題とか解いていったりとか、本試験の問題とかを解いていかなきゃいけないんですけど、そういう時に、この考え方だけだと、ちょっと危ないんですよ。じゃあ次のですね、ちょっと回答一人ご紹介します。こちらです。あ、ゆうゆうさん、いつもありがとうございます。罰金がないかを確認して、罰金がなければ執行猶予も満了しているので、結核事由に該当しません。政令で定める仕様になれます。ということですね。これもね、すごく、いい回答なんですけど、例えば、罰金がないかを確認してて、なんでわざわざこの方書いてくださってるかわかります？このね、結構引っ掛けで出るんですよ。懲役何年で執行猶予何年なんだけど、罰金は実刑でついてるような、選択肢あるんですよ。罰金がついてたら、該当してくるんで、結核要件に。なんで、罰金がないかを確認してっていうのは、過去もやり込んでる証拠だと思いますね。これは非常にいい指摘だと思います。で、政令で定める承認になりますということで、要するに支店長は政令で定める承認ってことも分かってますよってことなんですけど、これもね、ちょっと惜しいんですよ。言ってることは全部合ってるし、鋭いんですけど、これも惜しいんですよ。じゃあ、もう一人いきますよ、こちら。はい。うぐいさん、ありがとうございます。すでに執行猶予期間を満了しているため、抜擢は可能です。猶予期間は満了すればチャラになります。ただ、信用するのは難しいので、今回は抜擢しませんね。ちなみにこの覚え歌は早口すぎて唯一覚えられませんということでですね。ありがとうございます。まあ、これもね、別にいいと思いますよ。まあ、現実問題としてちょっとこういうやつ抜擢するかどうかっていう話になってくるので、抜擢しない可能性はあると思うんで、全然ありだと思います。こういう回答。じゃあですね、ベストアンサー賞行きましょうか。ドキドキしますね。行きましょう。ベストアンサー賞はこの方です。はい、ビンズーさんでございます。はい、ベストアンサー賞ね、これなんですよ。ちょっと待ってくださいね。前出しますね、これ。はい、銀ズーさん、おめでとうございます。これベストアンサー賞です。いらっしゃいましたね、先に銀ズーさん。これね、ベストアンサーです。ちょっと見ますよ。抜擢します。免許結核事由の解き方。誰が、政令で定める使用人が、過去支店長対象者。何の罪で、傷害罪対象の罪。どうなったか、懲役1年、執行猶予2年、執行猶予満了して、3年が経過、対象外。ということで、執行猶予満了しているので、結核事由に当たらない。この回答がね、一番素晴らしいです。というか、これです。これ、なんでこれがベストアンサー賞かってことなんですけど、
もちろんね、こんなこと分かってる前提で多分皆さん書いてると思うんですよ。例えば、この銀座さんが書いたみたいに、誰がって精霊で定める仕様には対象者だっていうのは、そんなこと分かってるからわざわざ書かないよっていう感じで書いてないんだと思うんですけど、そういう問題の解き方をしていると本番で間違います。よく私が本当どの動画でも言ってるんですけど、問題、答えが合ってるかどうかどうでもいいんですよ。とにかくその答えにたどり着くまでの道筋、プロセスが、ちゃんと、合っているかどうか、で、それが訓練されているかどうかっていうのはこれでわかるんですよ。これ私いつも言ってた通りの解き方してくださってますよね。誰が何の罪でどうなった。まさにその通りに書いてますよね。私のところすごい見てくださってるのかなっていう感じですよね。誰が何の罪でどうなった。この順番で必ず考えてくださって、すごい言ってるんですけど、まさにその順番で考えてください。こういうふうに、ちゃんと、まず対象者が誰で、それは各住人対象者なのかどうかっていうのをまずちゃんと判断して、その次に罪もちゃんと判断をして、で最終的にどうなったかでもう判断して、この3段階ですね、一個一個全部ちゃんとチェックしていけると、本番でどういう角度で違う所見の問題が出てきたとしても解けます。こういうふうに全部プロセスを一個一個ちゃんと書いて、回答までたどり着いてるのはこの方だけです。精霊で定める使用人が結核対象者だっていうのを、もう当たり前の前提として考えて、回答を出してる人はね。これね、だから今年受験する人は、免許結核授与のところは必ず、この考え方を徹底してください。そうしないと、こういうのを過去問を繰り返しやってるときにこれをやるんですよ。これをやるんです。やってほしいんです。そうしないと、過去問丸暗記になります。頭の中で公式を文字にすることが大事なんですね。そうなんです。そうなんです。これまさにこの方、それはできてるってことですよ、これ。これは本当に素晴らしいです。これをやってほしいんですね、全員。そうすれば、このところで点数を落とすことはないです。ということで、本当にちょっとここすごい重要なんで、ちゃんと今皆さんが言ったこと理解できたかどうか、ちょっとね、一問問題出します。他県も持ってらっしゃる方も、ちょっと一回ちょっと一緒に解いてみてもらえますかね。じゃちょっとね、皆さんで、ちょっとじゃ復習で、この問題やってみましょう。業務停止の処分に違反したとして、他県業の免許の取り消しを受けた法人の政令で定める承認だったものは、当該免許取り消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。はい、これちょっとね、回答皆さんに入力してもらいますので、ちょっと待ってください。これ一応ね、ちゃんとやりますので、分かった方から順番に入力をお願いします。丸だと思った方は丸、バツだと思った方はバツ。もう合格すでにされてらっしゃる方もぜひ回答をお願いします。じゃあ行きましょうか。行きますよ。アンサーチェック。はい、結果出ましたか？はい、バツ 59%、丸 40%。はい、割れましたね。ね、こうなると思ってました。今これどうですかね、自信皆さんあります？自分の出した回答どっちか丸かバツか分かりませんけど、こんなに今この知識やった後のに回答割れてるんですよ。これはもうね、宅建試験の出題者が喜んで作る引っ掛け問題です。これ過去不動産大学の動画で同じくだりをね、何回もこれ実はねやっております。じゃあ答え先言いますよ。これ丸なんでしょうかバツなんでしょうか。はい、バツです。ということで、×を選んだ 59% の方おめでとうございます。これ丸を選んだ方混乱してませんか？これ私ね、動画でよく言ってると思うんですけど、政令で定める承認、さっきやりましたね、さっきの私の出した問題、あれで政令で定める承認は結核対象者だっていうふうに暗記しましたよね。ダメです、という暗記の仕方は。これいいですか？さっきは政令で定める承認が何かやらかしてた場合に、その人が免許を受けれるか受けれないかっていうお話じゃないですか。で、今この私の持たしているこの問題っていうのはよく読んでほしいんですけど、業務停止処分に違反したとして、宅建業の免許の取り消しを受けた法人の政令で定める承認だったものですよ。で、政令で定める承認だったっていう、政令で定める承認っていう単語だけで絶対判断しちゃダメですよ、これ。要するに、この、前勤めてた会社で支店長やってた人、前の会社が結局なんか悪さをやって免許取り消しになったわけですよ。その会社のたまたま支店長やってた人ってことですよ。その人が、その会社がですよ、免許取り消しになってから5年間経過しないと登録受けることはできないんですかっていう、そういうお話ですよ。できますよ。これは、ね、役員だったらダメなんです、このケースは。要するにですね、免許取り消しを受けた法人の何々だったものっていうふうに来た場合に、役員っていうのは経営側の人間なんですよ。責任があるわけです。でも、政令で定める承認って過去動画でも何でも言ってるんですけど、支店長なんですよ。雇われ側なんですよ。そう、スケンロジーさん雇われ店長、そうなんです。だから、経営責任問われたって困るわけですよ。これでもし、登録受けることできないんだったら、ある程度の経営責任問われてるのと一緒ですから。だから、もうとにかく、政令で定める使用人イコール結核対象者っていう風に絶対に結びつけないでください。そうじゃないんで。だから、この前もなんか掲示板の方で質問あったんですけど、政令で定める使用人のところがよくわかりませんって質問があったんですけど、ここなんですよ。結局、政令で定める使用人は結核対象者だよなっていうのをテキストで読んで、そういう風に覚えちゃうんです。覚えちゃうんですけど、そうじゃない。
ケースの問題も出てくるんですよ。なのでここが一番受験生が混乱に陥るところなんです。これは当該法人及びその役員ですね。これは聴聞の期日、場所の公示日から遡って60日以内のものも入るんですよ。ここもよく出ますから覚えておいてほしいですけど、免許取り消しの日から5年間登録結核なんですよっていう問題なんです。あんまり私今深く言わずにさらっと問題出したのは引っかかってほしかったから、あんまり言わずに出しました。僕は本当引っかかるんです。引っかかるし、テキストがね、分かりづらいんですよ。私今宅建のテキストとか問題集作ったりとか参考書作ったりとか教材作ったりとかしてるんですけど、この免許結核事由のところはものすごい見ます。なんでかっていうと分かりづらいからなんですよ。宅建士の結核事由と宅建業者の結核事由ってまずごちゃごちゃになるし、さっきの政令で定める承認のところもごちゃごちゃになるしっていうので、ここの監修はすごい私は気を使ってやってます。こんな感じで過去問やりながら楽しめるのが法政大学のいいところです。宅建合格ラジオということで、ここからですね、いくつかコメントをちょっとご紹介しながらやっていきますんで、一応メンバーさんのご紹介もありますし、一般の YouTube の方からのご紹介もありますので、ちょっと聞いてほしいんですが、これは、ね、YouTube に普通にいただいたコメントなんですけど、このカズさんという方ですね、ありがとうございます。バブルが終わった頃、契約締結しているにもかかわらず、飼い主が契約をキャンセルしたいがために、行政の建築指導課に喫茶店で契約したと嘘を言うことが時々ありました。それから業者も己を守るために契約をどこでやったかの書面に署名捺印するようにしたことを思い出しました。これね、いい面白いコメントですよね。これね、そうなんですよ。これ何の話か分かります。これどこで契約したかによってクーリングオフが使えるかどうかっていうのは変わってくるんで、要するに喫茶店でやった場合は落ち着かない場所なんで、事務所等に当たらないんで、クリーンオフの対象になってくるわけですよね。だから実際違うところでやってるのに、もう喫茶店でやったって言い張るっていうんですね。証明できない場合は、そういうふうに言ってくる人も昔は結構いたみたいな。まあ、今みたいに防犯カメラとかもないですから。それからですね、こういうコメントもいただいてますね。先生お疲れ様です。個人の主観ですが、宅建はある程度毎年文章の傾向が同じだと思うので、文章を読んで何の話、質問をしているのか、なんとなく分かる程度まで過去問を突き詰めていくことが大事だと思います。ただし、最初からスピードは求めずに、先生のおっしゃる技を使って慣れることが大事だと思います。慣れる感覚は好きなもの、意味のことで聞かれたら、趣味のことで聞かれたら、何のこと聞かれて、どれが答えかはっきりする感覚に近いと思います。明日もよろしくお願いします。ということですね。コメントありがとうございます。もうね、本当に、ね、結構この通りです。私もすごいそう思います、これ。宅建に限らず、試験ごとに言い回しっていうのがあるんですよ、結構。問題文の癖というか、それがある程度つかめてくると、選択肢が読みやすくなってくるんですよ。で、これはね、すごい時間かかります。ある程度。特に試験慣れしてない人は時間がかかります。不安になる人いるんですけど、これはね、そう簡単にはつかめないです、これ。特に権利関係とか行くと余計そうなんですけど、それは結構難しいんで、ある程度、繰り返しやって、時間が経過していくことによって、慣れてくる。なんで、この方がおっしゃってるように、こう文章を読んで何の質問をしているのかとか、なんとなく分かる程度まで過去問を突き詰めていくっていうことが大事っていうのは、本当にその通りなんです。なんで、繰り返しやっていれば、だんだん慣れてきます。徐々に慣れてきます。ある日突然クリアにはなりません。本当に私もこれはそうだなと思います。それからですね、これはサロンメンバーさんの方からいただいたコメントで、今年こそ合格さんなんですよ。もう、名前に気合が入ってますよね。今年こそ合格さん、ありがとうございます。こんばんは、子供のお風呂中ですが質問です。お風呂の中から打ってらっしゃるんですかね。昨年の試験結果以下の通りでした。権利が6点、法令6点、両方18点、免除3点。税金が抜けてますけどね。合計33点になってますけど、税金抜けてます。昨年までは過去問、宅建塾という問題集も何集もしてましたが、今年からはみんなが欲しかった宅建士の問題集と、ベルジュン宅建士1問1答等と同時進行で、宅建情報から始めています。先生教えてください。勉強の進め方、このやり方で大丈夫でしょうか？はい、もう結構最近これサロンの掲示板の方もそうだし、あとは普通の YouTube のコメント欄の方にも、今こういう風にやってます。こういう風にやってるんですけども、このやり方このまま続けてって大丈夫でしょうかっていうご質問がすごい多いんですよ。で、共通して言えることがあって、この方にももう私回答してるんですけど、共通して言えるのが、改良記憶表みたいにやってきたことを、ちゃんといつ、どこをやったかっていうのを
ちゃんと見えるように可視化して、記録してますかっていうのをね、必ず聞いてます。これをやってないと、どういう勉強法でやっていようが、行き当たりばったりなんです。もう不安な人に、とにかく言いたいのは、とにかくレコーディングをしてほしいんです。もうやり方わかんないっていう人は、もう太陽記録表も普通に使ってくださいっていう感じですね。ブログとかのところに、無料でアップされてるので、あとは本の付録にも付いてますけども、紙一番勉強法のですね、これですね、この本の最後の最終ページに、これ付録で付いてるんですけど、これでもいいし、別にこれじゃないやり方でやりたいって人は別にどういうやり方でもいいんですけど、必ずね、可視化をしてください。あとはこの前コラボしたノーションっていうアプリがあるんですけど、携帯とかでも使える。それでも太陽記録表の表のデータありますけど、そういうので、とにかく可視化をしてください。結局なんでそれをやらなきゃいけないかっていうと、これからどんどん学習を進めていくと、宅建試験の膨大な範囲の、どこをどれだけいつやったかっていうのは、だんだん分からなくなってくるんですよ。記録してないと。そうするとどうなるかっていうと、全部感覚でやっていくことになるんですね。で、感覚でやっていくと、結局穴が絶対できるんですよ。穴が絶対できるんですけど、その穴ができたことすら気がつかないんですね。で、点数だけあんま伸びないエリアが出てきたりとかすると、漠然とすごい焦るんですよ。こういう風になってくるのは、だいたい8月、9月ぐらいにそういう状態になってくるんですよ。何の記録もしてないと。で、漠然と不安が募り、学習に穴がポコポコ開け始める。で、そうすると、じゃどう、そこからどう立て直すかっていうと、独学でやってる人のほとんどの人がやり始めるのは、過去問を高速で周回しまくるっていう、一番労力はかかるけども、効果が薄い勉強法をやるしかなくなる。過去問何十周しましたっていうのコメントが増え始めるのは8月ぐらいから。周回しまくるんですね。なんでそんなに周回するかっていうと、周回する以外の対策が取れないからなんです。何の記録も何もしてきてないから。なので、今ここの時点ですごい丁寧にそういうことを可視化しながら、忘れずにちょっとずつ一歩ずつ進んでいく方が、確実に点数が上がります。それをまずね、やっていただけるといいかなと思います。なんで、もうちょっと今のやってる学習が大丈夫か不安だっていう人はね、とにかく今現時点でなんか記録を取ってやってない人は不安が的中します。なので絶対それやった方がいいです。宅建合格ラジオ。これですね、宅建業法の問題でこれね、質問もらったんですよ。宅建業者 A が宅建業法37条の規定により交付すべき書面に関する次の記述のうち、この規定によれば正しいものはいくつあるかっていう問題で、選択肢が土地付き建物の売り主 A は買い主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めをしたが、自ら住宅ローンの斡旋をする予定がなかったので37条書面にその取り決めの内容を記載しなかった。はい、記載しなかったことでいいんでしょうか、ダメなんでしょうかっていう、そういうお話でございます。わかりますでしょうか。これが理由込みで理路整然と答えられればもう多分37条書面は大丈夫だ。これね、もうとにかく重要なのはもうこれも本当プロセスですよ。なんでそう思ったのかっていうところは説明できないと当たっても意味があります。この問題はまさに。じゃあアンサーチェックいきますよ。アンサーチェックいきます。こちらです。×が 83%、 丸が 15%。 じゃあ答えいきますよ。これ答えは×でございます。ただこれはまあ、×はね、なんとなく×だろうなはできると思うんですよ。だそれだと、多分ね、ちょっとでも問題ひねられるともう多分対応できないと思う。さあ、ここからですよね、これ。なんで×かっていうのが結局これ分からなくて質問いただいてて、これじゃあちょっと画面表示しますね。これ今から私話すんですけど、これ画面表示されてないとわけわかんないと思うんで、結局ね、ポイントが2つあるんですよ、この選択肢って。ここからじゃあ解説しますよ。この選択肢をまず読んで、記載事項が2つ紛れてるの気がつきます。まずですね、ポイントその1ですね。金銭貸借の斡旋にかかる、金銭の貸借が成立しないときの措置、まずこれが、記載事項としてある。これ任意的記載事項なんですよね、37条書面の。で、これに関して、結局選択肢に出てきてますよね、これ。出てきてますっていうか、斡旋しようとしてるわけですよ、住宅ローンを。斡旋しようとしてるとか、その下りがありますよね。これに該当するかどうかまず検証するんですけども、自ら住宅ローンの斡旋をする予定がなかったってありますね。要するに、斡旋する予定はないわけですよ。ということは、任意的記載事項ですから、斡旋しないわけなんで、斡旋しないんだったら別に書く必要はないっていうことですね。斡旋しないんで。斡旋するときに書くものなんで。っていうのはまず1点目ですね。ただこれで終わっちゃダメなんですよ。この次が重要で、契約の解除に関する定めですね。さっきから何人か、ひなりんさんとかね、回答してくださってますけど、契約の解除に関する定めですよ。まあ、任意的記載事項ですね。これも任意的記載事項なんですけど、これがどの部分かというと、買い主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決め、これはかなり重要な取り決めでございます。だからこれ定めたんだったら書かなきゃダメですよ。超重要ですよね。こんな書かなかったらえらいことになります。まあ、普通に考えてもわかると思うんですけど、これが記載事項なんですよ。だから書かないとダメってことなんですね。
だから記載しなかったって言ってるんで、罰なんですよ。だからこれ巧妙な引っ掛けですよね。だからこれ一番の方の知識しかないと、書かなくていいんで、書かなくて大丈夫、だから丸だってなっちゃうんです。ウイさん、圧線で知識終わってました。難しいです。そうなんです。これ圧線で知識が終わっちゃうんですよ。これダメなんですよ。これはね、もうこれは多分、単に記載事項だけ暗記してても問題が解けないっていうのはこういうことなんです。問題文をちゃんと読んで、状況をちゃんと把握した上で、知識を当てに行かないと、一番いけない問題の解き方っていうのは、選択肢の中から単語を拾おうとする問題の解き方は絶対ダメです。これは全分野通して言えますけども、特に宅建試験の場合は。例えば、ここで、この選択肢で言うと、圧線だとかね、いう単語を拾っちゃうと、そこの単語に対する知識だけで問題解こうとするんで、ダメなんですよ。だからもう本当は私よく動画で言ってるのは、ちょっともう直接結びつけないでくださいってことなんです。もちろん単語は重要ですよ。単語は重要なんですけど、直で回答しちゃダメだということですね。もうそういうふうに問題を解く受験生が多いんですよ。にわか受験生が多いんで、そういうのでどんどんみんな引っ掛け問題に引っかかって落ちていくんで、そうならないようにするために、とにかく知識と結論を直で結びつけないことを意識しなきゃならないですね。いかがでしたでしょうか。こんな形でサロンメンバーさんの方はですね、毎日みんなでいろんな質問をしたり回答したりしながら宅建の知識をつけていっておりますので、ぜひ興味のある方は不動産大学オンラインサロンの方にぜひご加入いただければありがたいです。ということで、また明日。